始まりました、たけし先輩です。この間ね、残念なことにハヤブサでね、有名な女性 YouTuber さんが下り坂でニュートラルにしたままハヤブサを止めて、ハヤブサが倒れて2回倒れたんかな。で、2回目にご本人様も崖から落ちて怪我をなされたわけなんですが、本当に大変でしたね。で、やんわりした動画で楽しみにしていつも見させていただいているわけなんですけども、実はですね、確かにね、そこまでひどい坂道じゃなかったもんですよね、角度的には。坂道でニュートラルにしたのも本来ならばいけなかったと思うんですが、まあ基本はね、バイク停車するときはローギアにするのが正しいのですが、実はですね、鈴木、年式に関係なく、僕も実はですね、これ見てもうたらわかるんですが、これは鈴木の GSX-R なんですが、何か気づきません？これ。サイドスタンドなんですが、サイドスタンドがこう、出たらこう角度がつくんですが、ほとんどまっすぐですよね。実はスズキのバイクあるあるなんですが、よく止めてる時に倒れた。あと川崎の ZRX1200 でも倒れた方がいたんですよね。なぜかといえば、自宅マンションの駐輪場を止めてたら倒れてたと。防犯カメラには倒した方も何もいなくて、一人でにバイクが倒れたみたいなんですよね。なぜかと言いますと、川崎とスズキのバイクのこのサイドスタンド、角度が浅いんですよね。もう少し向こうの方へ寝なければならないのに、ほぼ垂直で止まっちゃってるんですよね。ですので、ちょっとした振動とかで倒れたりするんです。実は僕、2015年にハヤブサでガレージに置いてたんですね。ガレージで洗車してたわけなんですよ。ちょっとお茶飲みたくなって2階に上がってお茶飲んでたんですね。で、お茶飲んでたらガレージでものすごいドスンガシャーンって音がして降りたら、そしたらハヤブサが横たわってて、あっちゃーって思って、なんで倒れたんやろ思ったんですよね。洗車してる時にすぐに前後に動かせるようにニュートラルにしてたわけなんですよ。ただガレージは完全に平面なんですよね。平坦なんですよ。地形の問題もあるかもしれないですけども、基本は平坦なんですよね。バイク屋に持ってって、まあ、見積もり、フレームスライダーでね、なんとかね、被害ちっちゃかったんですが、エンジンガードとフレームスライダーつけてるわけなんですけども、それでもやっぱりミラーとかレバーとかがいっちゃってたので、見積もり出しに行った時に聞いたら、そしたら実は、鈴木と川崎のバイク、お客さんのバイクもよく倒れる言うんですよね。鈴木とかにはクレームというか、その角度の問題の話はお客さんから来てるらしいんですけど、いまいち改良されてない。で、それがやはり現在のハヤブサでもそうなんですよね。現在の GSX-R だろうが、ハヤブサだろうが、排気量関係なくあまりこう角度が倒れない。で、ヤマハとかホンダのバイクと違って、スズキと川崎はなぜかあまり角度が倒れないんですよね。女性の配信者の方なんですけども、まあ有名な方なんですけども、確かにちょっと傾斜のあるとこで止めたのは間違いないんです。で、一足にしなかったのはまずかったんですが、特にスズキのバイク、ハヤブサとか重量が260キロもある。僕の今乗ってるこの GSX-R にしても190キロあるんですよね。1000にしたら190は軽いと言っても、190もあったらやっぱりどうしようもないですよね。そんだけ重たかったら。とにかく坂道やなしに平坦な場所でも鈴木とか川崎のバイクはニュートラルで停止するのを避けた方がいいと思いますね。もう基本は止まったら一速、ローギアに落とすの方がいいですね。本当にね、今こうやって見てもね、このスタンドの角度が非常に浅いなと思います。ということで、あと皆さんもね、気をつけてください。以上です。